久喜市九鬼インターチェンジ付近埼玉県道3号、埼玉栗橋線は埼玉県埼玉市北区から久喜市までを結ぶ県道である。1967年9月に開通した。埼玉県道では最初に全線を4車線で整備した道路である。埼玉市北区の国道16号から国道122号を経て久喜市の国道4号を ほぼ直線に短絡する路線である。全区間にわたって、東北本線と並走する。また、区喜市内で、東北自動車道区喜インターチェンジに接続している。通称として、旧路線名5月1日の埼玉市発足より、前の正式名称である、大宮栗橋線の略称、大栗線、宮栗線、終点が、旧栗橋町であることから、栗橋線。 現在の正式名称の略称であるサイクリ線などと呼ばれる。以前は県道36号線だった。埼玉市市街地及び市内を経由する国道16号、国道17号新大宮バイパス、第二産業道路といった広域幹線道路と茨城県小賀市北の国道4号沿線を結ぶ全区間4車線の幹線道路であり、地域の基幹道路としても利用される。 稲町、田市、白岡市、久喜市は道路線の周辺を区画整理して市街地化を推進しており、これらの沿道ではホームセンターや飲食店といったロードサイド店舗が多く立地している。また倉庫や運送会社の周廃拠点施設、ホームセンターの配送センターといった施設も数多い。上尾市の原一団地内は騒音に対する住民の強い抗議により、 1972年2月25日より速度規制を実施。現在の制限速度は4 0トルとなっている。原子団地以北から国道122号との交差点までは制限速度5 0トル。国道122号以北は法定速度となっている。立体交差は国道16号重複区間と国道122号蓮田岩月バイパスとの関山。 北交差点のみで右折車線の不十分な交差点も多く、右折車が原因で交通の流れがしばしば遮断される。また一部区間では歩道と中央分離帯が未整備である。2018年からは、久喜市内と白岡市内において最高速度が 50km から法定速度に引き上げられたほか、右折分離化信号への改良が進んだ。 交差する道路の突起がないものは、指導、うどありがとうございます。